今日はニット帽ができています。参考にした本はベルンド・ケストラーのニット帽、えー、とその中のオールドシェール模様のふんわり帽子を編みました。本の中にはあの大きさが3種類載っていたんですけれども私は一番大きいサイズで編んでみました。ちょっと大きすぎたので真ん中のサイズでもよかったかなぁと。 今は思っていますえっとこの本はすごく見てて面白い本でしたたくさんのソックヤーンが使われていてすごくカラフルそしてデザインが編み方がシンプルなんだけれどもあのこの人独特の形ができていて また見たいなと思うのがいっぱいあったのでまた図書館本なのでコピーをしております、えっと、横から見るとねこんな感じで本当にふんわりしてますで、これ複雑そうに見えるんですけれども 表目と裏目と掛け目と2目一度ができたら作れると思いますでこのポンポンはあの取り外しできるように簡単につけてあります使用糸なんですけれども、えっと、のろさんのこの濃いところが けやきで、カラーのところが、小鳥になっています。針は八号針で作りました。ちょっとね、色が、なかなか見えにくいんですけれども。複雑そうに見えて。この四種類の編み方。 だけなので、すごく。面白かったです。次は、えっと。透かし模様の入った。靴下が。今、あの、乾かしている途中なので。乾いたら。 ご紹介したいと思います。